今回ですね使ったルアーはこの新しいハードコアミノ21センチと17センチですね。これフローティングと、シンキングがあるんですけども、これ遠投して投げて、その際は振る時は、まあ、フローティングを使って、で、まあ、投げて足元で食わせるなっていう時はちょっとシンキングをですね使ってみました。ちょっとこう足場の深いところとかですよね、そういったところはシンキングの方がいいかもしれないですね。今回ですねこの釣れたルアーはこのフローティングのこの17センチと、アイルマグネット水地ミノーですね、45センチ。大きさ違いますよね、この実際。よりですよね、流れに乗せてこう、なんていうんですかね、きめ細かくこうローリングアクションなんですけど、ローリングでこう、ちょっときめ細かな動きをさせたときにはこう、このハードコアミノーの17センチ。で、ちょっとしっかりですよね、ゆっくり引いて、水に絡ませて、ブル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 こう引いてくるのには、145アイルマグネット 3G ですね。で、足場がやっぱ高かったんで、すごい高い角度で打たないといけないんで、これじゃちょっとやっぱり引きにくいわけなんですね、ハードコアミノーが。で、よりリップがこう立って深く潜るタイプのようなミノーでやっていきました。ある程度足元が高くてもしっかり水に絡んでくれるんで、こうアクションしてくれますから、こう止まってる間にですね。でそういうポイントの、流れとか自分の立ちポジションでこのミノーの使い分けですよね、どう泳がせるかですよね。それで水がらみですよね、しっかり水を掴んで泳げるかどうかポイントに合わせて、使ってみました。このハードコアミノーですね、21センチ、大きいですよね。もう17センチがちょっとかなりちっちゃく見えるんですけど、この大きいミノー、大きいミノーというか長いミノーですよね。こうアクションがですね、まあ、ローリングアクションを基本としてるんですけども、本物の魚自体は頭が動かないんで、やっぱりよりこうお尻、頭を支点にさしてこう動く、そしてこうローリングですよね、ローリングするイメージ、こういうイメージで動いてます。水圧をこう、水流を受けてどうしても頭をこう振りがちになってしまうんですけど、これなるべく振らないような設計ですね。頭を支点にこうちゃんとこう動いてローリングしてくるようなアクションになってます。あそこの角についてそうやけどな、追いかけてきた、追いかけてきた、おお出てきた、かわいい、40センチだって、40センチぐらい。よっしゃ。ありましたね。怖えな。うん。頭の方からがっつり食ってますね。ハードコアミノーの 170F ですね。いい仕事してくれました。おーっと、アラビが、これも70ぐらいですかね、ちょうど、あ、ちょっとないぐらいですかね、67、8っていうところでしょうか。いやー嬉しいです、いいっすねー。